絵手紙リリチューブ。リリさんです。今回のテーマは自己肯定感を高める絵手紙。画面ではリンドウの絵手紙を書き進めています。ご覧になれる方は映像の方も楽しんでいってくださいね。私は以前歯医者さんに勤めていました。でも歯科衛生士の仕事は不器用な私には全く向いておらず、さまざまなご迷惑を患者さんにもスタッフや先生にもかけていたと思います。自分自身不器用ということは百も承知でしたが、そして周りにもそれはバレバレでしたが、私は何を勘違いしていたのか、その不器用さをなんとかうまくごまかそうとしていました。不器用で仕事ができないやつだと思われたら、気づかれたら、私はこの職場にいられなくなる、ここにいる価値のない人間という烙印を押されまいと必死になっていました。それをカバーするかのごとく、私は患者さんがいらっしゃらないときは常にお掃除をしたり在庫の補充をしたりして体を動かしていました。他のスタッフさんが空いた時間に雑談をしていても絶対にそこに加わることはありませんでした。今ならわかります。周りには鼻をつまむような人間として映っていたでしょう。そう感じるのは他にもいくつか理由があります。不器用なのにできませんとか、どうすればよいのか教えてくださいとは絶対に言えませんでした。そんなことを言うのは自分ができない人間だとアピールするようなものだと感じていたし、歯科衛生士なのにそんなこともできないのかとバカにされるのは絶対に避けなければと思っていたのです。だから不器用なのに妙にプライドが高く、扱いづらいやつだと思われていたことでしょう。そして当然のごとく、その職場では徐々に私は孤立していきました。だから毎日が地獄とまではいかないけど苦痛で、お昼の休憩時間もご飯を食べたらスタッフルームからは出ていくようにしていました。今思えばなんてつまらないことをしていたんだろうと思いますが、その時の私はそれが自分の取り得る最高の選択だったのでしょう。なぜ今日こんな話をしているのかというと、そんな自分が変わったからです。何をきっかけに？そうです、絵手紙をきっかけにです。やっと絵手紙の話につながってきました。絵手紙にはダメな自分でもそれを認められるようになるという力があるのです。具体的な言葉で言い換えれば、絵手紙は自己肯定感を高められるということでしょう。自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定し、好意的に受け止めることができる感覚のことです。自己肯定感が低いと、他人にも自分にも満足できず、物事をネガティブに捉えやすくなります。常に他人の反応が気になったりして、生きづらさを感じてしまいます。絵手紙を書き始めてすぐに私は変わったわけではありません。少しずつ少しずつ自分を認められるようになっていきました。ダメな自分を、よしよし、それがリリちゃんなんだもんね、と
自分自身で抱きしめられるようになりました。その後、私はその職場での人間関係を修復できないまま辞めることになったのですが、辞めてから別の職場でも最初は自分の価値を好意的にはなかなか受け止められませんでした。さて、いよいよ本題に入っていきます。自己肯定感と絵手紙の話を始めますね。リリースタイル絵手紙は筆のてっぺん持ちがセオリーなのですが、このてっぺん持ちがかなりの鍵になっていきます。てっぺん持ちをして引いた線というのはなかなか自分の思い通りには運んでくれません。もちろん長年てっぺん持ちをしていれば徐々に慣れてきて、ある程度の筆のコントロールはできるようになります。しかし、そんな今でもやはりてっぺん持ちをすると手が震えたりします。動画では分かりにくいかもしれませんが、この輪道の輪郭線を引いている手も震えているのです。かなり私には難易度の高いモチーフで、しかも5日ぶりに筆を持ったということもあり、とても緊張してしまいました。震える手で、でも一本の線を精神を集中して引きます。その線が歪んだり、ちょっと実物と違うようになっていても、一旦引いた筆の線は修正不可能です。これはその時その時、一瞬一瞬のあなたの精一杯が現れた線と言っても良いでしょう。その精一杯の線を引いていくことで輪郭線は完成します。その完成したものをこれでよしと自分で一旦認めてあげることで、次の色塗りの段階に進めます。その線を歪んでいるだのおかしいだのと批判し保護にするのではなく、その自分自身の行為に全面的に OK を出しているから色塗りに進めるのです。色塗りで失敗したと感じる時だって、それでも私はこの瞬間はこれが最高だったと認めてあげ、また次の段階、文字入れに進んでいきます。普段はそんなことを意識せずに書いているかもしれませんが、絵手紙は自己肯定の連続で完成していくのです。文字入れ、楽観と進んで絵手紙が完成した時、自分なりだけどできたと感じられると思います。本当はここはこうしたかったという箇所もあったりします。でもその瞬間にはできなかったし、これが今の自分にできる最高傑作なのです。書き終えた時、今の自分自身ができる精一杯の姿が一枚の絵手紙となって目の前に現れます。でも絵手紙はそこで終わりません。投函するという作業がありますよね。このうまくいってなかったりも含まれた素の自分を人様にもさらけ出さねばなりません。逃げずに今の自分と向き合う必要があるのです。この投函する、人様に見ていただく、もらっていただくという行為はともすれば厚かましいかもしれません。しかしその時、自分自身を認め受け入れるという工程を踏んでいるからこそ、実はできる行為なのです。素の自分を自分自身にさらけ出し、人様にもさらけ出す、この繰り返しをすることで、私は自分を少しずつ認め受け入れ、
愛せるように変わっていきました。でも絵手紙の力だけで私の自己肯定感が高まったわけではありませんでした。今だからわかるのですが、家族は私が生まれてからずっと認めて受け入れ愛し続けてくれていたのに、私は気づかずに、このままの自分ではダメだと劣等感に苛まれていました。自己肯定感を高められたのは、そばで変わらず見守ってくれていた家族の存在も大きいです。そこにこの絵手紙との出会いが加わり、私はさらにパワーアップして素の自分を愛せるようになりました。そしてこんな出会いもありのままの自分を好きになれた大きな要因になっています。それはこんなリリちゃんがいいと言ってくれた主人との出会いでした。出ました。ずっとしぼんでたの買ってきて何日も経ってるのに。何したって言うんだよ。ずっとつぼみのままで咲いてくれないのって思ってたら、買えんの、買ったのに書かねえ。そうなんですよ。2000円もした。違う、200円ですよ。よう晴れたね。うん、よう晴れたんで、日差しに当てたら目いっぱい咲いてくれたので、あの今だと思って、でも部屋の中に入れるとね、あの暗くなるから。俺見た、光のパワーが足りない。光のパワーが足りない。ヒロ君、光のパワー足りないの。ご飯のパワー足りてます。朝日をね、全身じゃなくても手のひらだけでも浴びたらいいって、お日様のパワーが手から入るんだって。でもずっと今まで忘れちゃった。多分10分後には忘れます。そんな見とけ、そんなちょっとボケボケ、だいぶボケボケ、かなりボケボケ、ボケボケ夫婦、すごくボケボケ、でも愉快です、愉快な夫婦です。